お薬を塗らないといけなくて顔がテカテカですみませんなんか想像以上にテカテカだ。こんに…なんかねテッカテカで恥ずかしい。でもこれ塗んないとねあれなんです、何ジンマシンができちゃうのよ。困った困った。ちょっとあとコンタクト入れないと。こんにちは。そうなの、だから今日はテカテカで許して許してちょまげと、コンタクトを入れよう。そうなの。そしてですね、あ、びっくりした、びっくりした。 HKT がねアルバムを出すことが決定しました。イエーイ、すごい。アルバム、アルバム初めてですね。どんな感じなんだろうアルバムってね。え、嬉しい、拍手。コンタクト入れちゃうね。入るかな。すごいよね。今日は生配信というか YouTube 見てた方いますか。 YouTube で発表されたんですけどね。そう、嬉しいですね。なんかオッケーだって、おはよう。ちょっと起きてからさ、ずっとパソコンでさ学校の課題を進めてて、そう、はい、ね、でそれでメガネでさあ、本ってことでさパソコン見るとめっちゃさ乾燥してちゃってさ、ドライアイになるから。こんばんは、こんにちは。10時からさらに5分も伝えた。あ、そうそうそう、あれちょっと冷房冷房、暑い。よっこいしょ、できた。そうだよ。でそれであの おしゃべり会と、あとなんかねロング握手会っていう、初めてだね。アルバムはまだ参加したことないので。でもよくファンの方があの握手会のさなんか衣装着てる写真を上げてるの見たことあったから、あ、これはアルバムだったんだなと思うとめちゃめちゃ楽しみ。こんにちは、だってこんにちは。衣装でツーショットはどの衣装になるか楽しみ。あ、でもね一回ね失礼ありがとうの握手会かな、 AKB さんの。あん時に衣装の握手会あったんですよ。そう、でもなくなってしまって楽しみにしてたんですけど、だから衣装でおしゃべり会みんなに近くでさ会えることなくないね。そう、 LINE の通知がね先に来ちゃってるね。ね、ロング話し会ってどのくらい長いんだろう。だってなんか方式に書いてたのはいつものね、いつもの倍って言えばいいんかな。ひなちゃん起きて、おはよう。そう、オンラインだったら、あ、でもねツーショット以外は全部オンラインだったので、結構1月2月3月っていっぱいあったよ。
ねえ、こんばん、あ、こんにちは、だってこんにちは。そうそう、で来てほしいです。東京会場と福岡会場はツーショットがありますね。どんな感じのツーショットなんだろうな。リノが自撮りみたいなツーショットなのか、撮ってもらうツーショットなのかね、どんな感じなんだろうね。気になる気になるね。どっちにしろ写真に撮れる、写真をさで撮れることなんて絶対ないじゃないですか。めっちゃ昔の AKB さんの握手会の時は撮ったけどね。あ、スタッフが撮影だって。あ、じゃああれだ、なんか何ねえ、撮ってもらうやつな。あ、そうなんだ。絵のあれも好きでした。みんながファンの方の携帯でファンの方が撮るやつ、あれも距離が近めに好きでしたね。優秀なスマホにして、カメラが優秀なスマホにしててよかった確かに画質楽しみ。そう、そんなのが始まって、まあオンラインもあるんですけども、どうも、しかもね、今回は5期生のジャケットもあるっていうことでね。どんな、もう撮影は終わったんですけど、どんなね、ジャケになってるのか気になりますね。ゆいちゃん起きておはようございます。え、しかも多分あれですよね、もう絶対抽選とかじゃないよね、今回そのツーショット写真会って抽選なのかな。もう絶対撮れるのかな。前回のアルバムの時、そう、まだいなかったんです。自撮りの練習しなくて、そう、しなくて OK。 もうスタッフさんに携帯忘れたら終わりだけどね。携帯忘れたらちょっと撮れないんですけど。あー、次は寒くなってきた。28、どっちなんだろう。あ、絶対らしい。あ、絶対なの、よかったですね。なんかやっぱ抽選なんだとさ、悲しい悲しい顔してる方がやっぱおしゃべりするだけで嬉しいって言ってくれるけど、やっぱりでもね、写真撮ってる方が中にいると撮りたかったなって。紙イベントでした。あ、そうなんだ。だからさ、あのヘッダーとかにさ、ファンの方知ってる方多かったから、あ、楽しかったんだろうなっていうふうに思ったんですけど、そうそう、しかももう申し込みがね、こう考える暇もなく始まってるそうなので、ぜひ日程と会う方いたら会いに来てください。スマホを忘れたらね、まあ誰かに借りればいいのかな、ちょっとそこら辺は分かんないけど、スマホを持ってないとあれかも。うん、ぜひ携帯を用意して用意して。ニノ、結構朝早い部が多かったですよ。しかも始まりが関東会場から始まるってあんまりないから、関東の会場から始まるんですよ。1月の28だっけね。ね、あのオンラインとかめちゃめちゃ一部が多くて、一部二部くらいだったんですけど、カメラも昔に比べて画質が良くなったから楽しみです。そうだね、あとは笑顔の練習をお互いしておきましょう。緊張しちゃわないように。今回はなかったけど、あの前回の時は、前回というか AKB さんの握手会の時に一人で撮るやつがあって、ソロカット、あれは緊張するからあれなんですけど、お互い
です。申し込みの情報気づかなかった。そう、今日のね、もうすぐ始まってるんですよ。早い早いよね。こんにちは、こんにちは。でも超楽しみ。12月1日あと2ヶ月ないくらい。申し込んだらって、ありがとうございます。ありがとう。始まりの私が第1次っていうのかな、第1次はあんまりいっぱい申し込めないのかもしれないけど。あ、マスクしてると思うよ。あ、確かに、そっか。まあでもやっぱ目、ここだけさ上げたらさね、え、怖いから目も笑ってください。目だけ笑うのってすっごい難しくない？やったことあるけど、なんか心から楽しんでない感じ。緊張して震えないように。そうです、あのだからツーショットはでも本当に犬もあんまりやったことないから、そのアルバムの形のね、まあ、どういう形か分かんないけどね。え、確かにマスクはもしかしたらあるかもしんない。でも楽しみ。そうなんです。こんにちはだって。こんにちは、こんちくわ。申し込み案内のメールが来てたですね。そう、あと何があったかな。12月1日でしょ。あとは何かあるかな。こんばんは、あ、こんにちは、こんにちは。前回のアルバムはハートしたりしたよ。そんなのもできるんだ。もしかしたらなんかアクリルスタンドとかさあるかもしれないけど楽しみ。福岡はでも4月でした。ちょっと遅めですね。でも春になってるから関東から始まってね結構すぐ始まります。目だけ笑うの逆にそう難しいので、やっぱり口角を上げる練習が必要かもしれない。こんにちはだって、こんにちは。トゥ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 。止まってる？ニノがアイロンつけたら止まったんかもしんない。そんなアイロンだけで止まることあります？こんにちはって、こんにちは。今アイロンの充電をつけたら。みんなー、あー、こんにちはって、こんにちは。一瞬止まった。あ、一瞬だ。じゃあよかった。楽しみ。あ、ジャケ写ご帰省バージョンがあるかもしれない。そうです、ご結構帰省バージョンがあるんです。12人で撮りました。パシャ。まだそれは解禁されてないと思うので。すごい楽しかったんですよ。すごい楽しかったから劇場版には多分ついてこないんですけど、ご帰省バージョンぜひ1枚でも買ってくださったら嬉しいな。あとリクアワがつくらしい。そうそう、あのリクアワの DVD が昨日円満化されるのかと思ってたら、そうなんかセットでついてくるらしいです。551日ありがとうございます。ありがとう。551だ。わー、肉まん食べたい。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。
みち食べたい。なんとかして今日ゲットできないかな。食べたい。どうしよう。ちょっと関西のいる方はごほいちを買ってきてください。食べたい。そんな都合のいいことないですもんね。ないよね。551食べたい。ちょ、だって今日は551の日ですよ。これはもう、ありがとうございます。ないよ。コンビニの肉まんを買ってきたらいいのかな。おめでとうございます。ありがとうございます。やったー。こんにちは。食べたくなるよね。犬も6月に初めて京都で食べました。そういえば京都はありませんでしたね。今回のアルバムには京都はなかったんですけど、福岡とね、大阪らへんもあるのかなと思ったら大阪もなかったんですけど、アイスキャンディーもある。そうそう、ファンの方から聞きました。新幹線に乗って大阪に行く。総理の大阪あるのかなと思ったんですけど、大阪はなかったですね。今回福岡と東京のみね。いろんなとこもまた行きたい。なんか昔名古屋とかも行ってたんですよ。名古屋とか、なんか大阪名古屋とか結構行ってたりとかしたから なくなっちゃったので。関西がないね。そう、関西がないんです。そうなの。なので関西の方は福岡、福岡も楽しいですよ。でも一番日付が近いのがね、関東の1月。寒そう、寒そうだね。1月とかもうコートコート。1月なので、楽しみだな。超楽しみです。ぷよんぷよん。そうなの。何の話してたんだっけな。わあ、目がカサする。名古屋は大阪民でも行きやすかったのに。楽しみ。努力してくる。いってらっしゃい。そうですよ。なんか忘れられてそうですけど、3引く2じゃなくて君の子の君の子の振り替えも1月と12月にあるので忘れないでね。忘れないで。そっちもすごい楽しみなんですけど、まあ新しい、また4月とか2月とか3月にもまた発表されて、本当に忘れてませんか。でも内容が違うので、まあ、おしゃべりカーは一緒なんですけどね。そう、今回はもうオンラインがあれでしたね。でもやっぱりなんかこう、何、そういうさ、前回がさ、こういろいろ延期になったりとかするとやっぱりなんだろうな、気分が悲しい気持ちになっちゃうと思うの、すごいのはなっちゃったのね。だからまあそういう意味で言うとオンラインだったらこうそういうのもないのかなと思ったら、すごいオンラインも楽しみです。そう、アルバムで頭がいっぱいだった。楽しみ、おしゃべり会も。そう、振り替えだからね、来れる方がいるといいんですけど。東京はトラックターミナルみたいなとこ、確か流通センターでしたよね。流通センター懐かしいと思って、あそこ蚊がいっぱい夏だといるんですけど、今はそんなにいないと思う蚊本当に蚊がいっぱいいる。あそこの会場で立ってるだけでめっちゃ蚊に刺されたんですけど。そうなの。そういう方いないかな。でも冬だからね、
ユノが流通センター行ったのは夏だったので、モノレール、お話できてありがとうございます。ありがとう。とモノレール乗っていくところだからね、空港から近くてね、ファンの方がねすごい喜んでたというか、なんかこう行きやすいっていう方が多かった。みんなも絶対いつも空港からだったらあのモノレール乗っていきます。昔ね HKT がね看板というかね、いましたよね。そうなの。わー、ありがとうございます。いっぱいありがとう。コスモさんありがとうございます。そうそうそう、あれも各駅とさ2個あるじゃないですか、なんか快速みたいなやつ。そうそう、にもだいたいいつも帰るときモノレール乗って、好きなのモノレール行きます。羽田まで行っちゃった羽田、そうですね、流通センター近いかも、だからすぐ帰れそう。日帰りは難しいのかもしれないけど、ご飯食べるところに困る。あ、そっか、そういうファンの方だったらそういう心配もあるよね、ご飯問題ね、ご飯問題。空港で休憩してたよ。楽しみ。関東から始まるもん。1月だったら11、12、1、あと3ヶ月後 1、10、11、12、1、2、3、4、やっぱ半年後なんですね、福岡の会場はね。4月だもんねえ、半年後だ。またぜひ半年後の予定をねえ作ってくださったら嬉しいなと思うけど。タラの魚さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう。ドマさんもありがとうございます。ありがとう。ビバップさんもトンボありがとうございます。トマさんもありがとう。トンボありがとうございます。クワちゃん、お花束ありがとうございます。タカさんもトンボありがとう。小川村さんもありがとうございます。タカさんトンボありがとう。パクパク。リョウさんも、一丁ありがとうございます。コメさんもありがとう。てっちゃんかわいい、ありがとうございます。たくさんもありがとう。クチョルさんもハートありがとうございます。ぷよん。じゅんじゅんもお花ありがとうございます。ありがとう。イエーイ、関東楽しみだって。なのでぜひ申し込んでください。どこの会場も月に1回くらいお話できるのかな。しかも、まあ、値段はね、シンくんの時とやっぱ倍はしちゃうんですけど、何そのお話できる時間も長くなるみたいなので楽しみ。すぐ来そうだよね。そう、多分1月はすぐ来るの。だって12月もおしゃべり会があるし、なんなら今月もおしゃべり会があるので、多分10月とか11月はすぐ終わってしまうんじゃないかなってめっちゃ思う。そう、嬉しい。福岡はね、だいぶ期間空くなのでオンラインもお待ちしております。オンラインはちょっとまだあの1回しかやってないから何とも言えないんですけど、なんか全然お話は本当にしやすくなってました。前回のあの7月かな、7月の時。そうそう。でもね、一番のおすすめはね、あの制服もあれだけど、衣装の、だ関東かな、関東の衣装のツーショット、がおすすめというか楽しみ。し
かも絶対ツーショット取れるので、絶対取れるんですよね。勇気、そう、1月幕張の振り返り、そうですよ、1月の8だったっけ、8と9くらいありますね。わー楽しみです。しかも今日10月10日10周年だもんね、 HKT も10周年で、すごー、みーちゃん起きてるとおはようございます、最高かよー、何個だったの、何回なんだろう、なんかホームページに書いてたのはなんか倍やりますみたいなこと書いてましたけど、確かそうだった気がします。だから普段7秒だったっけ、オンラインだったらもうちょっと長いのかな、 10秒くらいなのかな、オンラインってなんか本当にめっちゃ1秒くらいに感じるの、オンラインは。だからあれだけど、どうだったっけ、10秒くらいあったっけ、だったら20秒くらいになるのかな、2枚で確か10秒もないのかな、本当にね体感がね2秒くらいに感じすぎてね。みなちゃんは HKT 何年目に入ったの、今7周年の時に入りました、3年目今。12秒、1枚12秒だったのかな、なんかめっちゃあっという間に終わるから、1枚に長く話せるのはでも嬉しいですよね、ちょこ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 でも話せるけど。クチョルさんかわいい、ありがとう、いっぱいありがとうございます。クラウさんも秋だね、ありがとうございます、秋だね、ゆうさんもありがとう、一丁ありがとうございます、ジュンジュンさんもお花ありがとうございます、ありがとうありがとうございます。途中でプチッと切れるかな、どうなんだろうな、どうなんだろうなとか言ってねー、なんか多分前回の形が変わらない、もしかしたらだから7月にやった時よりも進化してるかもしれないし、そういう面で言うとオンラインは毎回毎回進化してたから進化はあると思います。だから7月にやったやつ、こんにちはだって、こんにちは、楽しみ、ウキウキ、1月が関東祭りですね、1月いっぱい関東に行きますね。こんにちは、こんにちは、あとなんか話せないといけないことあったっけな、あったっけな、だって10月の19だったっけ、19からはさ HKT のさ新しい番組が始まるじゃないですか、それも楽しみ、どんな番組なんだろうってすごい思うんですけど、その番組も楽しみ、めっちゃ10月の火曜日だっけ木曜日だっけ、そう夜のね遅い時間なんですけど、新番組も楽しみだし、まだなんかあったっけな、 Wi-Fi、 そうね Wi-Fi は Wi-Fi ね、犬のうちも Wi-Fi 弱いんですよ、すぐ消えちゃう、おしゃべり会にお邪魔します、ありがとう、嬉しい、新番組楽しみですよね、新番組も、そうそうそう、だから10月はもうすぐ終わっちゃいそうな気もする、 HKTV
あのエレタンさんとかが出てるあのオケオケナンのね前なのかな、前だったっけ、そう続けてあるんですよ。すごいファンの方あれですね、夜更かしの日ですねめっちゃ夜更かしないといけない。そうそうそう、新番組もできます。10月あと何かあるかな。なちゃんおはよう。おはようございます。いの今日いっぱい寝たよ。今日も8時に起きたからね、いっぱい寝ました。8、昨日はね11時半寝た。12時、1,2,3,4,5,6,7,8,9 いっぱい9時間寝ましたすごい寝てる。9時間寝ました。オケナンの前だって。どこいせいっぱい見ましょう。新番組福岡じゃない方も見れるのかなねえ。なんか青春体育部って途中から YouTube でも配信するようになったけど、どうなんだろう、見れるのかな、見れるのかな。なんか別にいろんなところあるじゃないですか、関東とか。9時55分に起きました。おお、昨日より1時間55分も遅い。ニノ今日アイス食べるって言ってましたね。そういえば忘れちゃったな。じゃあ来週にするね来週にしよう。来週の、そうじゃん、ニノアイスを食べようって今日言ってたんだ。今思い出して、 なんでかな、なんで思い出したんだろう今。でも なかったんですよ、そういえばお家にアイスが食べられててなかったの。そうそうだよ、俺のアイスを食べようと思ってたんだ。たくさんハートありがとう、ぴょん言ってたよね、ありがとうございます。でも今日はなんかお家にさ、お家から出る気力がない日で、そうあのお散歩しに外にね出ようかなと思ったんですけど、なんかもう暑いじゃん、絶対絶対暑いから出るもんかと思って出なかった。撮ってらっしゃいだってないです、アイス基本的にお家にお菓子がない。でも昨日ね、そうあのマリトッツォをねそのお店にね買ったらケーキをもらったんですよ。だからケーキはあります。あれは福岡のお店ですよ。食べられてたの。やっぱアイスもさ名前書いとかないとダメなんですね。うち二人暮らしなのになねえ、だから早く買いに行かないとなくなっちゃう。あれそうすごいなんか優しい優しい方で、なんかあれなんだって、最近たまたまなんですけど、なんかそういう低糖質とかさ、そうお砂糖あまり使ってませんとかってお店に出会うことがめちゃめちゃ多くて、たまたまあったから買ったんですよ。こんにちは、こんにちは。昨日コンビニで買ってきた。嘘、ちょっと残しといて来週食べよう。来週はね水曜日とか火曜日にしようかな。火曜日にしよう。そうします、火曜日そう
最近は眠たくなったらさ、すぐに寝ようと思っていろんなことを早く終わらせて、絶対眠たくなったら寝るっていうのを始めたら意外とすぐ寝れちゃうんですね。美味しいものは早く食べないと。でもなんか美味しいものほどなんか取っときたくない？まだあるんだみたいな、なんだろうな。アイス早物勝ちなんだって。いやなんかそもそもさ、こう自分のものっていうのは決めてないから、もうあるものをいっぱい食べましょうって感じ。納豆とか、納豆はみんなのものなのかな。お菓子に決まりはないです。お菓子ボックスは一応あるんだよ、お家の中に。今はキットカットのあのなんかビターっていうの、黒いやつが入ってる。でもさ、袋を開けたら食べちゃうんだけど、袋開けなかったら意外となんか見て終わる。あ、キットカットがある、わかる。袋を開けたらもう食べちゃわない？わかる方いるかな。いや結構そうなんですね。なんか袋が開いてたりするともういつでも食べれちゃうから、しまっといて飾っとくくらいの方が意外と食べなかった。わかる方いないかな。好きなものは最後に好きなの取っておくです。そうよ、ニノもショートケーキのイチゴ残しとくタイプ。でも妹はすぐ食べるんです。開けないと食べれない。そう、開けないと食べれないけど、開けると全部食べちゃうから、全部というかもう食べるスピードがね、ボーって食べちゃうから、なんか干渉、キットカットを干渉してる。あとなんでキットカットを見えないとこに置いたりとかはめっちゃする。だって袋を入れたらもう食べれちゃうんだもん。生の食べちゃったこともあるよ。最近はね、わらび餅にハマっててね、わらび餅をねこの前食べました。ふむふむだって、ふむふむ。ハマってるって言ってもいいの、ハマってないな。1個食べてるだけ、1回食べただけでハマってるって言ったけど、うちのハマってるわけでもないんですけど、1個食べました、わらび餅を。ハマってるっていうのは毎日食べないとハマってるって言わないよね。こんにちは、こんにちは。今何時だろう、13時で45分に終わりにします。1個食べたら次が欲しくなる。あーね、だって美味しいもん、美味しいもん。なんかカロリーなんてなければいいのになってめっちゃ思うし、何も変わらなければいいのにって思うとさ、思うけど難しいよね。難しいってか無理よね無理だよね。なんかなければいいのにってめっちゃ思うけど、模様感にハマってる。ハマるものってある。本当に最近はね、あの焼き芋っていうの、さつまいもをさふかしてそのままレンジでピッと押して3分50秒くらいふやかして、次の日になるとめっちゃ美味しいんですよ、甘くなってて。それを食べるのにハマってる。だから自分で作るのに、作るというか切るだけだけどね、それにハマってます。やること、あとね、ハマってることあるかな最近はね。なんかあるかな、ありますさ、ハマってるもの。さつまいもがそう美味しい時期です。めっちゃなんかあるかな。コンビニスイーツだって。あーね、どこのコンビニスイーツも美味しいからね。なんかハマってることないかな。ありの、あ、メガネをちゃんと拭くこと。めっちゃメガネが曇っててあの曇っててね、ちゃんと拭く。
そう、あと何かな。あ、早く寝ること、めっちゃ早く寝ること。あと何かな。お風呂をめっちゃ早く入ること、すぐに入って、最近は別に半身浴もしないんですけど、ピーッと入ってちゃんとね髪の毛乾かせばいいんですけどね、逆に髪の毛乾かすのがめんどくさくて、もう短く切りたい、こんくらいに切りたいくらい、そのくらい乾かすのがめんどくさい。だって15分くらいかかるよりの、そんなかかんないかな。メガネなくさないようにね。いや、そうなのよ。今コンタクトにでも変えたから、あとメガネ。じゃらーん。お風呂は浸かる？だって。お風呂ね、最近ね、使ってないです。そうそう。本当は浸かるの好きなんです。大好きで、なんか、半身浴とかするの好きなんですけど、最近はしてないんです。ペッペッペー。なんかその体にねジンマシンが出るようになっちゃって、最近ここ1週間くらいね。そしたらやっぱお風呂にね長い間使っちゃいけないんですよ。だからそれすると早くなっちゃうから、お風呂に使ってないの。だからねシャワーで温まったらね痒くなっちゃうんだよね。ロングはそうだよね。そうなの、ロングはめっちゃ大変、お風呂から上がるの。でもなんかすごい綺麗なあれですねって、髪ですねって言われるから、ありがとうございますっていつも言ってる。ピエンだね。だってすごいピエンですよ。でもめっちゃ大変。おはようございます。おはようございます。エクステという技もある。いやでもエクステもやってみたいけど大変そうだから、しません。ここら辺くらい入れるんでしょうね。えのちゃん起きてる。だっておはようございます。りの起きてるよ、めちゃめちゃ起きてますよ。なべたかさんハートありがとうございます。ぷよんありがとう。かっつんもコスモさんありがとうございます。ありがとう。のこの島に行きたいな。すごい今コスモスが綺麗なんだって。だからのこの島に行ってコスモスを見る会をしたい。いや寒くなったらねどこも行けなくなっちゃうから。あとあそこも綺麗そうだな。海の中道、海の中道も綺麗なんだろうなと思うし、太宰府も行きたいなと思うし、すごい秋のところに行きたいです。いいね。だっていいねー海の中道。リノが5月に行った時何にもなくてなんかバラ園があったりとかあるの、すごく綺麗なところがいっぱい。でもリノが行った時はもう時期が終わってて、もうなんかみんな枯れてる時だったから、なんかちゃんとそういうの調べていきたいですね。九十花公園もお花が綺麗だよ。あのさ、みなちゃんがさ、みなちゃんがあの YouTube に載っけてたあのベイくんさんのやつ、そのなんか載っけてたところの公園に行ってみたい。みっちゃん大分だった確か。それが九十花公園っていうのかな。そこにすごい行ってみたい。それが九十なのかな、わかんないんで。みなちゃんのその YouTube あるじゃん、あの HKT の公式のやつ、あれのやつは見てんですけど、そ
こにね、ベイ君と一緒にね、お花畑に行ってるやつがあって、でも結構前の投稿でした。水族館もしてなかった。水族館はね、あ、お父さんとね、家族で行ったことある。でもコロナになる前だった。コロナになる前に行ったから、もうめっちゃ前。ペンギンが可愛いんですよ、海の中道。もうこんなペンギンもこんなペンギンもみんな一生懸命歩いてるから、今動物大好きなの。でも水族館はあんま行ったことないから。海の卵、海卵か、海卵わかります？大分の、大分の海卵と、あとサンシャイン水族館と、沖縄のあのチュラ海と、あと海の中道くらいしか行ったことない、水族館。しかもどれも1回ずつ、いろいろ行ってみたいなと思う。宮地国神社って、へえ。海卵行ったことある。でも海卵行ったことある。海卵の前のお猿さんがいっぱいいるところも楽しいです。お猿さんがね、足の中をね通るんです。すごいよねお猿さん。でもね、ロープウェイ登っていくんですよ、あれ。なんかゴンドラ、なんかこやつ、観覧車みたいなやつ乗って上まで行くの。そうです、そうです。宮島水族館乗って行ったことないな。ツシュツ写真館行ってみたい。だって泣かないね、行きたいよ、会いたいよ、リノもね。えテラビのサメすごいよね、あんなに大きな。食べた、何食べたらあんな大きくなるんだろうね。なんか清掃員の方がさ、たまにお掃除したりするじゃん、水槽の中を。怖いだろうなってめっちゃ思う。あ、ロープウェイっていうのかな、こう、こういう観覧車の中の乗るやつにみんな乗っていくやつ。あと電車みたいなやつもありましたね。サルコレールっていうらしい。サルコレールだって。サルコレールに乗って上まで行ったら、お猿がねすごいいっぱいいるんですよ。ちっちゃい時に行きました。よく連れてってもらったの。高崎山と、あの海卵、海卵はね、よくおじいちゃんに連れてってもらってね、行きました。パッパカパ、もう50分だった。嘘本当だ、51分だ。リノはもう今からは秋服が楽しみなので秋服を出すことをするの。秋服とね、パーカーとね、だからニットと、そういうのをもう衣替えをしようと思って、で夏の服はもう片付ける。多分ニノが行動したらきっと季節は秋になると思うのでめちゃめちゃ自己中だけど、秋になると思うので、もう勝手に秋服に変えようって。今2時でしょ。そう、多分ね、季節もだって、こんな暑いのも嫌だもん。コートはさすがにまだしないです。だけどパーカーくらいやったら、もしかしたら着れる季節になるかもしれないから、ちょっと変えたら買わないかなと思って。まだでも全然暑いんだけどね、もうクローゼットは変えちゃおうかなって。でもね、本当に早くニット着たいんです。ニット着たりとか、もう暑いの、もう行くない、リノ寒いの嫌いだけど暑いのもういいよって思った。こんなに暑いんだもん。ゆうちゃんの行動でね、秋、お話しに来てありがとうございます。ありがとう。でもまだやっぱね、暑いんですよ。
今日30度だよだって。どこの地域もそんな暑いの？特に福岡は多分めっちゃ暑いと思います。ニット帽が使いたいって。ニット帽持ってないけど使ってみたい。今年暑いの長いんだって。長くない？10月のこの時期ってこんなに暑かったっけ？今寒いの多分、でも多分寒くなると早く暑くなってって言うけど、服がちょっともう飽きました。飽きました。あ、京都もクーラー入れてるだって。やったー。はじめまして、フォローしましただって。はるるんちゃんありがとうございます。ありがとう。はじめまして。起きる、寒いと起きるのが大変。でもまあ頑張りましょう。でも東京25度だって。5度も違うって相当違くない？頑張りましょうね。福岡はめちゃめちゃ暑いです。よし、ランキングを読みます。はじめちお花ありがとう。ありがとうございます。13位、ザキザキザッキーありがとうございます。ありがとう。12位がミンパリさんありがとうございます。11位がニチプーありがとうございます。10位がナツさんありがとうございます。9位がジュンジュンありがとうございます。8位がサクさんありがとうございます。7位がハシムッチありがとうございます。6位がコメさんありがとうございます。5位がタルの魚さんありがとうございます。4位がタカさんありがとうございます。3位がてっちゃんありがとうございます。2位がカッツンありがとうございます。1位がクチュルさんでした。クチュルさんありがとう。早く会いたいね。ありがとうございました。 Thank you。 あとちょっとで4000人の方だ。ありがとうございました。なのでセカンドシングルのアルバムの申し込みも始まったので、オンラインだったらお家からでも参加できるし、ツーショットだったらなかなか撮れない機会だと思うので、ぜひ申し込んでください。待ってます。本当にお待ちしてます。はーい、だって楽しかったよ。本当にお話ししたいので。一時は明日までなんですよ。もうすぐ終わっちゃうんですけど、よかったらよろしくお願いします。楽しみ。日程よく見てくださいね。意外とそのツーショットとオンラインで全然違うので、日程が見てしてください。ではバイバーイ。素敵な今日は素敵な日曜日をバイバーイ。ありがとうございました。おやすみ。午後も頑張りの頑張りの。バイバーイ。バイバイ。ありがとうございます。